どうも、ナオチンです。今日もバイオミュータントやっていきます。よろしくお願いします。前哨基地の新しいところだね。ここを攻め落としていきましょう。あ、なんかね、今回のやつは、アメフトのね、ヘルメットかぶってるようなやつだったのね。自分の前哨基地が侵略されるとは思っていなかったが、説得なんで絶対無理だと思うけど。彼は脅しになど屈しない。あ、成功率上がるな。あ、みんなのためだ。これにしとこう。力技は通用しないから頭を使え。無理か。お、なんか着ぐるみみたいなやつが出てきたぞ。見張りを倒せば降参してくる。おお、わあ、なるほどね。結構広範囲な感じになってるな。おいし、でも余裕か。うん、全然大したことないぞ。あーちょう、遠距離で行けば全然大したことないけど、なんとかね、近距離で戦っていきたい。よし、あー無理か、無理かな。うん、パリみたいな感じでやっていこうと思うけど、なんか、いやー、あ、これの攻撃が途中で止めれないのか。ダメだ、よくわからないよくわからない。このまんま遠距離で倒そう。遠距離最強だもんね、このゲームはね。終わったよ。前哨基地はお前の、簡単すぎるやろ。それでは次の前哨基地行ってみましょう。さっと攻め落とそう。どうせまたボス1体とかそんな感じでしょ。与えるダメージを最小限に抑え。よし、これ多分話の分岐とはそんな関係ないとは思うんだけどね。ドーンドーン。防衛網の一陣目だ。雑魚だけ。あ、最後に多分でっかいやつが来る感じかな。よっしゃ、当たってない。よし、おお、うん、やっぱこの防術結構強いんだよね。あのね、チャージ攻撃で投げれるのよね。投げれるし、結構連続ダメージが入るんで、これ結構気に入ってる。でも強化でしてもそんな強くならないのかな。やっぱ剣とかの方がやっぱいいんだろうね。それはブームロバーだ。ん、あ、あ、あ、なるほど。あいーし、バレルシュートだ。ん、それを弾いてバレルを取り出せ。あ、なんかこれ前もしたね。の方に弾いて発射するんだ。よし、よし、入り込んだぞ。その調子行きましょう。誰もいない。ガラ空きじゃん。ガラ空きだよ。アイテムも何もなし。あ、ここ戦うんだな。何、防衛網の二陣目だ。火吹くようなやつがある。ここ結構重要な拠点かもしんないな。何これ。おお、いた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 い。敵は燃えないの。あ、敵も燃えてるじゃんこれ。お前らも食らうんかい。しゃあ、どんどん投げていこう。あぶね。よっしゃ、おい、銃使うやつを先に倒したいけども、まあまあそんなダメージもなさそうだし、いっか。おいおい、ちょっと待って、この炎やばいぞ。熱々熱々熱い。この炎はやばい。しゃあ、あれなんかできたの。あ、ここか。あっちが熱々熱々熱い。壊すのこれ。すでに。おし、オッケー。なんかよくわからんかったけど、いけたね。で、次は
こっちも。よっしゃ。しっかり叩くんだ。とにかく走っていって、三角押せばいいだけじゃん。で、次は、銃をなんか使うってことか？奴らに仕掛ける。これを、使って、ああ。これ、あ、ここ？ここを壊すの？ああ、ここね。はい。もうすぐ。こういうことかい。わかりづらい。で、これで、次ボスが出てきたりするんじゃない？よし、行くぞ。あ、いや、もう終わり？制圧？終わりだ。基地はお前のなんかあっけないな。そして、ここが最後の前哨基地。お前が行きましょうか。準備できたよ。もうサクッと行っちゃいましょう。前進を続け、すべての前哨基地を掌握するまで止まるんじゃないぞ。いやもうこれ最後だからね。ハイブームのチームが前哨基地を奪取する手助けをしてくれるぞ。ああ。ただ、アクシューターがやられているらしい。うん、直しましょうか。こう直すの字がちょっと若干違ったけどね。またハイブームを打ち込めるようになって嬉しいそうだ。はい。行こう。え、こっちじゃないの？こっち？あ、アークシューターを直しなさいよと。アークシューターっていうのはどういうやつかがわかる。ああ、ここの上になんかまあまああったっていうのは覚えてるよ。ここの上ね。ああ、結構遠いな。よっしゃ。はい。あ、いた！おお！敵がいた、びっくりした。いるんかい、敵。敵がいたからびっくりした。よっしゃ。あー、あいつなんか落ちそうだな。落とさないよ。よし。よし。オッケー。落とすと、ちょっと若干ね、下にまた降りなきゃいけなくから。めんどくせえんだわ。よし、壁際に行くといいね。で、ここをまず直します。ん？あ、こうか。さっさと直すんだ。ああ、これで3つとも終わりだね。直ったぞ。アークシューターがハイブームの発射準備に入ったぞ。ああ、なんだ、もちゃんとこれで終わり。前哨基地は終わりっぽいね。ドライブのものとなった。めちゃくちゃ簡単だった。はい、ということで、前哨基地3つクリアしました。残りは本拠地か。そこを攻め落としてとりあえず終わりだね。まあ、サクッとやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。